ボトルトゥーボトルと題した出張授業は、大手飲料メーカーのサントリーが企画したもので、気仙沼市の松岩小学校の4年生64人が出席しました。児童たちはペットボトルのラベルとキャップを取り、中を洗って容器を潰すまでのリサイクルの手順を体験しました。ボトルトゥーボトルとは、使用済みペットボトルを新たなペットボトルとして蘇らせることで、CO2 や資源の削減を可能にする取り組みです。家族ではこういうのをまだやったことがないので、そういうのを家族に教えてあげて、種類とかを分別したりしてリサイクルに貢献したいです。洗ったり剥がしたり外したりすることがリサイクルにつながるということを学びました。サントリーでは2030年にペットボトル商品を 100% リサイクル素材や植物由来素材にすることなどを目標にしています。